体にちょうどいいね。うん、なんだかんだやっぱさ、山の中入るとさ、空気ちょっと体感も下がるよね。うん、もう指先冷たいもん。うん、指先冷たくなった。マッサージってことですか？マッサージ、マッサージ、うん、マッサージ、めっちゃ嬉しいんだけど。疲れた体をちょっとほぐしてもらって。嬉しい、優しい。テラスっぽくなってる。しかもさ、ちょっと森の奥の方にさ、うん、川見える。ね、川見えるよ。ね、え、ちょっとちょっと。旅館だけどさ、ちょっとさ、海外風じゃない？バリみたいな雰囲気ちょっとあるよ。あ、見え、綺麗だよ。やっほー。いい、山びこやるならもっと本気でやってみてよ。近所迷惑って怒られちゃう。いやー、いいね、いいね。今日はここに泊まろっか。いいね、うん、じゃあここに泊まりましょう。ちょっと自分たちで追加料金払ってでもいいよね。うん、天気悪いしね。うん、もうやめよう、帰るの。帰るのやめよう。これいいわ、ね。でも早速行こう。もうここでのんびりしてたらここで1時間でも2時間でも潰れちゃう。危ない。わー素敵。てか今ここが1階？こちらはですね、はい、1階になりまして、先ほどいた場所の玄関が5階になっております。結構すごかったんだね。建物なんだね。で標高440メートルでしたっけ？440メートルの場所になっております。こういうのワクワクするんだよね。素敵、素敵すぎるよ。なんかさ、旅館の雰囲気と、うん、こういうちょっと海外のアジアンな雰囲気、うん、両方味わえてさ、ね、なんか二度おいしいみたいな感じじゃない？ここ夜歩きたいわ。ね、綺麗。ここ夜歩きたい。あ、しかも香りが、ね、またいい。あ、すごい。頭を下げていただいてお通りになるような形になります。確かに。こちらがですね、うん、あの日の、まあ、敬礼にこうご挨拶しながら入るような形で、こちらから神秘の森に佇む哲学のスパになっております。なるほど。お邪魔します。哲学のスパ、お邪魔します。ここで脱ぐのかな。あ、また違った香りと、ね、なんかプライベート感がすごい。ねえねえ、すごい。え、私たちいつの間にか海外旅行したんじゃない？なんかお姫様になった気分なんだけど。素敵すぎる。おしゃれ、すべてがおしゃれ。うわすぎる。素敵ですね。二度おいしい。いや、もう帰りたくない。ここカップルでもこれ、あ、いいですね。カップルが一緒にそのなんかマッサージ受けられたりするし、じゃあもうカップルでツーリングに来ても
いいってことか、うん、それいいな。もちろん女性同士男性同士でも OK、うん、じゃあ今日女性同士だから、うん、心置きなく楽しめましょう、うん。温まるわ。源泉かけ流し温泉。じゃあこれが源泉ですよ。薄めてない、そのまま、うん、香りが贅沢だね。これすべすべになって帰ろう、うん、なんかもうつるつるなって気がするここがさ、もう一枚の絵みたいだもんね、入り込んだみたいな、うん、温泉気持ちよかった ね。何時間でも入ってたかったわ、うん、でもこの後マッサージということで、はい、楽しみです。お考えさせていただきます。お願いします。素敵素敵。おお。さっきの温泉のところの隣なんですね。そうなんです。こちら唯一のペアルームになってまして、景色も楽しみいただきながら見ていただけます。すごい見て。こんな。あ、岩塩。え、なんだ。違う、何これ。岩塩じゃないよ。石。え、石だよね。でも何でしたっけ。岩塩じゃないですよね。岩塩じゃないではないです。そこでどこまでやるんですか。めいめいはさ、うん、マッサージ受けるの好き？うん、好き。でもたまにしか行かない。私マッサージ大好き。でもなんか針とかも好きだから、どっちも行く。アシストマッサージやったことある？ある。でもさ、膝の裏とかもさ、すごい固まってるなって思う。なんかわかる、やられてる時に、あ、多分硬いんだもんな、うんうん。え、何のご褒美今日ね、今日ご褒美デーだね。ね、まあいいわ。超気持ちいいよ。彼にさ、ちょっと話しかけて一緒にバースしてもらう。行くよ、行くよ、行くよ、うん、すいません、こんにちは。あの私たちですね、今あのビジョビジョツーリングっていう番組の撮影してまして、はい、それの番宣を一緒にしてくれるライダーさんを探してるんですけど、はい、お願いできませんか。はい、わかりました。 ありがとうございます。お願いします。優しい方だ。あ、じゃあそ、せっかくならあの椅子にする。あ、卵だ、卵の椅子、真ん中座ってください。くまモンさん、じゃあうちら両端に座る。はい、ビチョビチョツーリングと書いて、大きく書いていただければと思います。はい、わかりました。
楽しみだね。楽しみ。毎回色が出るからな。でも一人のパターン初めてじゃない？そうですね。結構ソロ通が多いんですか、くまモンさんは？基本ソロ通ですね。でもマス通もできたらしたいなっていうのは。そうちゃんとなんかちゃんと囲って書いてくれてる。ね、嬉しい。うんなんか書き間違えないように気をつけて。あ、もう全然何枚でも使って。はい、何枚でも使ってください。ツリーに、うん、全然似てない。いや、似てる似てる。かわいい。あ、かわいい。輪郭描いたら一気にくまモンに。かわいい。でこんな感じで結構似てないけど、はい、全然ありがとうございます。平島夏実と葉月美優のビラビラツーリング、見てね。番組が長く続きますようにと、はい、で1個食べれば7年ということで、多分これ5個入りでしょ。5個入りだから1個35 35ね。お待たせいたしました。メニューのパンケーキになります。はい、幸せ。